こんにちは、あるよこんばんは、生体院岩堂です。ということで今日はあれですね、年末恒例のタイマン動画ということで、はい、もうね、チェルシーが報復 Z の面白いネタを、はい、もう楽しみにしょうがないですね。ということでね、まあ、持ち込みネタ、はい、じゃあお願いします。来年、はいはい、レッドさんが、はい、独立したりとかしてって、環境がガラッと変わると思うんですけど、はいはい、今後の、うん、まあ、僕とか白さん残るんで、うん、2人だけ残る、郷さんとか高弘さんとか、はい、持ちでも、まあ、要はレッド以外ってことでね、はいはい、だから今後のユアンドの展望、あ、うん、こうなるのが望ましいとか、はいはいはい、こうしていきたいっていうのをちょっと聞きたいなと。一番理想言っていいですか、はい、引退して一切ここに来ないけどお金だけが入るっていうのが理想の展開ですもちろんそうなんですけど、うん、なんか店舗展開だったりとか、ああね、そうそういうのをちょっと聞いてみたいです、ね、拡大していく様を、そう、やっぱそういうのってワクワクするじゃないですか、あ、店が増えてくんだとか、ああ、そうなんだ、うん、なんか店が増えるとなんかこう悩みが増える気がしてきて最近まあまあそういうのもあるかもしれないですけど、うん、なんかこう未来に向かっていく感じっていうのは、はいはいはい、いや理想は、はい、まあお店出したでしょ、はい、あれもかユアンドグループじゃん、そうすね、レッドは接骨院出すから、まあ、そのグループでいるかどうかはちょっとまだ正直わからないんだけど、はい、まあ整体院ユアンドを名乗らなくても、うん、例えばまあチェルシー堂って作ったそうです例えば、ね、例えばですね、でまあユアンドグループに所属してる、まあ、好きな名前つけたっていいわけよ、はい、でそれでこうフランチャイズ展開、うん、こう皆さん望んでおられるわけですよ、遠くにいる方が、ああそうですね、はい、うん、なので、まあ、俺の手の届く範囲で、うん、とか、まあ、そこまで行ける範囲で、まあ、店をやってもらってですね、うん、でも板くん出たい言ってるんで、もう多分あいつ俺のこと嫌いなんですよ板くんはお前の地元を狙ってるじゃん、そうです、川崎を取られちゃうよだからそれで、まあ、この目が届く範囲だとすぐ軌道修正できるじゃん、あ、まあそうですね、うん、とか数字見てても分かることもあるけど、うん、直で行って「なんだこれ」って、はい、何やってんだお前は」っつって「この野郎金よこせ」レジの金ガーン持って暴君だなまあまあまあそれさておきね、はい、でそんで各自が最低2店舗運営してほしいわけ、うん、なかなかそれなんか手の届く範囲で2店舗ずつ、1店舗目は手が届けばいいの俺が、2店舗目はそこのオーナーが手の届くギリギリの範囲がいいわけ、うん、でそれでこうトントトンとこう散っていって、はい、でその手が届くギリの範囲がうまくいくようだったら何店舗でもできんのよそいつは、まあ1個できてるってことも前例があるんですもんね、そう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 いうこと、そういうのがまあ理想で、まあ、僕はそこからちょっとずつ小銭をいただいて、はい、で仕事しなくてもいいんじゃねっていう状況こうなんかいいんじゃねってこうお前らから顔背けていいんじゃねって、うん、もうそろそろいいんじゃねって言える状況作り、僕らがこう背中を押してもらえば患者さんが院長だからって思ってるでしょ、はい、だそれも全部引き継いでほしいわけ、まあ、全てをそう誰が俺のボーカリスト専門生態、うん、ガチで 100% 盗み切ってくれるかなってね、ボーカリスト専門生態なる条件みたいな書いてあるね、動画出しましたけど、はい、あれできます、園君の前でマテンロペラ歌えるレベルじゃダメ、はい、それはね多分いないと思うんですよ、俺やるじゃんだって院長だけしかできないと思うんですけど、じゃあもう誰もできないってことこれ、いやもう分かんないです、逸材が今後来るかもしれないですからね、だから元ボーカリスト、ああそうです ね、うん、そういう人が来てくれるのを希望したいですね、最後だからそこだけ現役で残ると思うんで、うん、そうなっちゃいますね、そう、うん、だからもう俺の担当してる患者さんももう院長じじいだからもう勘弁してあげるって言ってもらえれば、うん、あとも現場にちょこっと行って、はいはい、週末ペペってライブ見ながらペッペッペッってやっけもうよかったよ今日よかったよっつって、生涯こう現役でいたいみたいなのないですか、ないよ、もう今日だってやめたいよもう今日特にやめたくなったもん、ライブだけみたいなのちょっとそれだってやめたいよ、お客さんがいいんだもん、あ、まあまあそうそう、だって知ってるよお前俺の気遣い、ライブ行くでしょ、ライブ行きました、まず本編っていうのがあるわけですよ、うん、でアンコールがあるわけですよ、で本編がの終わるラッソンってそのツアーなりなんなりの一番美味しい曲やん、うん、一番聴きたいんよ、そうっすよね、の一番まで聴いたら吐けるんですよ、
おお、吐けちゃう。特にゲロ君とか、ね、肉食も関係は、絶対吐けんの。なんでかわかんないけど、俺のこと肉食ものメンバーだと思ってる人いるから、準レギュラーとか。みんな思ってんじゃないですか。そうなんですよ。だから、ピアーリーナ1万人が俺を知った状態の中に放り込まれましたから。うんうん、でそうすると、終わりました、わーってなって、アンコールってなってる時、委員長じゃんってなってる。なりますね。皆様の集中力を乱してはいけないんですよ。まあ、僕は主役じゃないんで、そうそう、ただのサポートだから、どのライブに行ってもそう、必ず最後の曲は1番まで聴いたらもう戻って、施術を緊急で必要としてるかどうかを待機してるわけ。うん、僕は自分が気づいたところを直しそうとしてる。待機してる。だから聴けないんだよ、せっかくね、楽しめる。そうだよ、俺だ。あ、今日のライブめっちゃいいな、最後まで聴きたいな。しょんぎりしちゃうんですね。そう、それを皆様の集中力とか、はい、こう思い出の一つに僕の印象を残しても意味がないことなのね。だから必ず吐ける。だって気づかれたらちょっと気持ちよくなっちゃうじゃないですか。いや気持ちいいよ。ここそれ肛門になってるよ。だから気づいて声かけてくれたり、院長だって手振ってくれる人とかいるわけ。絶対嬉しいじゃん。満面の笑顔で手振る。お前はゼッパー羽田でメイちゃんが院長いけるって言った時に、俺もう一番後ろからダー叫んだらステージまで聞こえたって俺の地声が。さすが。それはだもう2000人近い人が全部こっち見るみたいな。そうっすよね。でドカーン盛り上がったっけ。いや気持ちいいってなったけど。一般じゃ味わえない感じですかね。味わえないね、うん、あれは本当貴重な経験させてもらったよね。だからそのああいう風に振られりゃさ全力で答えるけど、はい、なるべく本当黒子ですよ、まあ、本来本来そうそういうこう目立ちたいとか今ここで絡んで、うん、ね自分もなんかこうスター気分を味わいたいっていうのを押し殺すわけですよ、うん、できます。いや無理ですよ。さっきの肛門みたいになっちゃうでしょ。絶対チェルシー先生肛門になって肛門僕はどこにお客さんがいるかわからない。もう会社に多分そうでしょ。いっぱいいますよ。だからねその未来のお客さんもいるかもしれない、うん、24時間仕事中。そうですね、うん、もう常に委員長としているわけですから、ね、そうです。だからそれを完全に引退したいんですよ。無理じゃないですか。いやいや会長っていうもう一個やりますから。ああなるほど、はい、で U&O グループを大きくしてねその調子になってって、うん、U&O 財閥を参加感じが今後なんでまあ理想ですけど、うん、みんなの人生背負ってるから、うん、みんながこうプレイヤーとして施術を常にし続けてないといけないじゃなくて、うん、自分もその何店舗かのオーナーとしてそこからかすめ取った金で生きてほしいなって、うん、まあ、どうしてもリミットありますからね。そう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 。ジジイでできることもあると思うけど、うん、そうじゃなくてもや食っていけるようになればなっていうのが理想です。なるほど。スタッフのことを思ってくれてるから。だってね、こうみんなね経営者の人はねちょっと勘違いしてるけど、うん、給料上げてるんじゃなくて、うん、お金いただいてんだからこっちがスタッフの仕事から。あだからそういう概念がない経営者のとこでこういう特殊な技術やってたらみんな離れてっちゃうから、だからそれは結果自分を守ることになるんだよ。だから絶対そういうやつ。そうだよ。そう特に生態者がそうだ。みんなバカバカだからさ、気持ち悪いな、うん、バカだろだって、うん、自分がちょっとできりゃいい気になっちゃってさ、はい、神様みたいなふりしてるからさバカかつ気持ち悪いよ。帰れってそんなばっかっす。そうそうそう、まあ、そんなのが多いもんねでもね、うん、だからなんか上っ面のさセミナーかなんかで学んできたことさも立派なことですよみたいな、うん、お前のいたとこなんかそうだったろだって、うん、そういうんじゃ嫌だから辞めるにしても惜しまれて辞めなさいと。はい。で辞めて立派になって将来お小遣いをください。これが僕の理想です。なるほど。でそれがこう何店舗かじゃあ今じゃあ一応本店荻窪でね、まあ、秋のいての中で僕以外7人いるわけ。そうそう7人が各2店舗出してもらう。今14店舗そう、まあ、お前はな九州の方行ってもらうけど手の届く範囲ってさっき言ったじゃないですか。ああ完全に届かないですよね。そっか宇都宮にレッドが行っちゃうって、まあ、美容センターがやってると思うから、はい、まあ、レッドに仙台まで行けよって言ってんだけど、あ、まあ、飛び越えてじゃあお前が仙台。仙台急にですか。いやいや、まあ、今だって不安でしょ。いやいや今はそうです。とてもじゃないけど無理でしょ。言ってんやお前はあと5年だって。はい仙台はちょっと心細い。まあね
だからこう手が届いてある程度発展してる都市部にお店をポツッと出していただいて、でそこでまあこっちで育てたスタッフが行くのか、そこの部員長を育てられるのか知らんけど、まあそれはまあどうするか出した人次第だけど、はい、アッキーなんかもともとできるヨッシーが来たからアッキーだけど、もうそういうことはない、ね、ないないですよね。できて頭は置いといても顔が良くて、施術が上手くて、で渋谷で口コミナンバーワンだったような男が入ってくることないじゃん。ないっす、相当運が良かった。うち辞めたやつ大体どうしようもないのばっかだしょうもないのばっかだから、まあだからレッドが抜けた後に入ってきたスタッフとかでね、いろいろまた考えが動いてくると思うけどね、うん、そんな感じで多分店を出していくスタッフも出てくるんじゃないかなと。来年再来年あたりもう1店舗、そうすると来たい人にとってもいいですね。そうですね、ちょっと遠くて不便なとこ来てる人いっぱいいるんで、うん、ちょっとだからその人たちのとこまで届けばいいけど、まあ僕はそんなとこまで行かないかな。だから今後エリア長みたいな、でもね子供を育ててるから明石に引っ越したいですよ。あ、子育てに手厚いんで、はいはい、まあ、そこら辺もうじゃあないみんなっつって僕の担当してるあの歌い手の子たちは、はい、とかその子とかさ、うん、は「おお大阪方面来るなら俺出張行くよ」っつって、そっちの来た時だけ限定みたいな、そうそう、拠点移したら関西にそんなまあ引退したいんで結局はまあ結局、うん、そうなんです、片手間に仕事したいっす。YouTube で食ってけんだったらほんと多分もう極端に仕事減らしてると思うけど、あーまあそうっすね、うん、こんなチャンネルね箸に棒に小遣いにもならない、はい、ということですよ。ありがとうございます、やってください、頑張ります、僕に小遣いをくれる、宣伝に出せるね、宣伝、うん、結構あれだね、ハードル上がってきた。でも関西の方がいいですよ、ね、関西はいいよね、行きたいです、で名古屋大阪はね、あっこら辺行っときたいね。まあそういうことでね、まあちょっといつになったら全国制覇するかは分かんないですけど、うん、次々と選手を送り出していきたいなと思っておりますということです、うん、だからそれでさ、ちょっと儲かってたらマンション1棟借り上げちゃってさとかもう建てちゃって、そう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 、寮にして、うん、それこそじゃあ大阪出しましたっつったら、はい、こっちに人をそこに住ませて、ああなるほど、そうで、そこで例えば1年とか、うん、こうデビューしてある程度収益出せる状況になりましたよってなってからこう返す、うんうん、でそれが見習いみたいなのがいないときは普通に賃貸として貸し出すと。素晴らしいじゃないですか、はい、不労所得も得て、ええ、だからもう地主になりたいですね理解しましたこれ、はい、大事なことですから、頑張ります、もうこの動画100回見直してくださいじゃん、より気を引き締めて、俺がやらなきゃいけないことはこれかと、生涯小遣いを与え続けること、順調が楽できるように、うん、引退できるように、そうそうそう、ね、ここまで頑張ったんだから俺もう楽したいよ、うん、ずっとまあタフな院長でも動けるわけじゃないですか、ね、そうだよ3歳児に引っ張り回されても大変なんだろうということでよろしいですか、はい、ありがとうございます、はい、それではご視聴ありがとうございました。